こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿へようこそ。高橋がらにさんの件ですけども、まあ、それは無理からぬことだなというふうに私は思ったんですよね。5000円で40人、まあ、集まって当然のような気がしますけども、集まらなくてもまあそれはそうだなって気はします。高橋がなりさんって20年ぐらい前なんですよね、きっとね。で、当時40代の方で、40代じゃない、当時30代ぐらいの方か。で、マネーの虎を見ていて、で今40代とか50代になってると思いますけども、今更高橋がなりさん会いたいかなとかね、話聞きたいかなとか、高橋がなりさんの言われてることが腑に落ちる人ってそんなに多いのかなとか思っちゃうんですよね。まあなんかその高橋がなりさんが全盛期でやってた頃と今っていうのは、そのインターネットの環境とか動画放送の環境が全く違っているんで、おそらく今はね、10代とか20代の方の方が優秀なんだろうなと思いますね。その40代とか50代の人がいくら過去の栄光を振りかざしてもなかなか難しいんじゃないかなと思います。まあ高橋がなりさんも難しい人だよって言ってるわけではないですけども、やっぱりね、吉谷さんが言われるように、高橋がなりさんってのは間違いなく私はね、吉谷さんへの影響力のある人です。でもこと商売において影響力っていうのは実はね、そんなに気にすることはないと思います。影響力がないんだったらないなりの戦略を立てればいいだけで、影響力があるんだったらあるなりの戦略を立てると。要するにビジネスっていうのは今手元にあるカード、これをですね、どのように使っていくか、もう 最小限の与えられたもので最大限の効果を生む、今与えられるものの中で最大限の効果を生むために戦略は戦術を駆使していくのがビジネスですからね。まあ、ですんで、インターネットができませんっていう人にはインターネットを使わないビジネスとかがあるんですよ。もちろん私も最初はそうでした。最初は私リアルでセミナーをやって、セミナーの参加代金をいただいてたわけですからね。それこそ3000円の時もあれば5000円の時もあってね、まあ、いつも1000円とか3000円とか5000円っていうのをいただいてました。まあ、大体何人、20人前後はいつも参加したんですよね。ありがたいことに広島で活動してた5年間ぐらいですね、ずっとと埋まってましたね。毎週のようにセミナーやってましたけども、埋まらないことがなかったかなというところがあります。でやっぱり私のね、最初の弟子とかも私のことを真似てやっぱセミナーとかやるんですけども、結構埋まってましたからね。だからそう考えると有名じゃなくてもやりようはあるのかなと思いますし、もっと言うとですね、なんですかね、日本中で有名ななかなか会えない人よりもいつでも会える近所の有名な人にもちゃんとニーズがあるんですよね。で皆さんね、多くの方は会社にお勤めだと思いますけども、その会社の中で何だったらイニシアチブを取れるのかなってことをちょっとね、今日はこの動画を見た後でね、考えてもらいたいんですよ。例えば成績が悪くって自分は会社に貢献度が低い、売り上げも立てていないよって人でも、忘年会とかになったらいきなりね、チャンスがあるかもしれないんですよ。みんなをまとめて楽しませるとか、いいお店を取るとかね、こういうのもやっぱりこう福利厚生に寄与する社員ということで必要とされる人材だと思うんですよ。売上ばっかり取ってくる人がたくさんいてもね、会社としてはありがたいんですけども、いまいち面白みに欠けると。人っていうのはなんで働けるかっていうと、働かない部分があるからなんですよ。働かない部分とかエンターテインメントが喜びっていうのがあるんで、それが活力になって、またね、新しい仕事に向かっていけるのかなと思いますけども、24時間365日全部仕事だったらそれはそれでつまんないんですよね。だから仕事以外の側面を見たい、体験したいっていうところもありますんで、そういう意味では自分がどの役割だったらね、周りの人を掌握できるかってことを考えていけばいいかだけかなと思うんですよ。で私の場合は広島でインターネットっていうものを掌握しました。その頃はね、ネオヒルズ系の塾とかが結構あったんですけども、やっぱり全国区で、ここにおいでっていう人もいれば、広島でしか活動してないけども広島の方一緒にやっていきましょうっていうのに安心感と信頼を求めてくださる方もいたりね、まあまちまちなんですよ。だから今置かれている状況で最大限のパフォーマンスを出していくという、このビジネスのね、代理大原則ですか、大原則さえ忘れなければやっていけるんじゃないかなと思います。さあ今日はそれではですね、億万長者とはまた別の話題を出してこの動画を終わろうかと思いますけども、新型コロナウイルスっていうのが中国武漢で始まり、今瞬く間に、ね、世界中に広がっていきました。公式で発表されている感染者数は6万人を超えてですね、死者が1000人以上今いる状態なんですよね。日本でも88人の感染者がいらっしゃって、特に、和歌山、沖縄、東京もそうですけどね、
そういったところに感染者が広がってきた、まあ、三重もいたかな、和歌山、三重ですね、そうですね。で、感染経路はね、分かりにくいんですよね、ものすごく。まあ、ですんで、私みたいに隠居してる身ではね、人に普段から会わないんですけど、ますます会わないとかね、いうことも取れますし、それからね、やっぱり健康に対してどのぐらいリスクエッジしてきたかなっていうのを見直すいい機会だと思うんですよ。それからもう一つあります。マスク各地で転売されているのを皆さんもご存知だと思いますけども、マスクの転売って値上げしたのが分かりやすくって、人の怒りを買いやすいんですよね。でしかもマスクって増産体制に入るのそんなに難しくないんで、まあ、2週間も経ったらね、流通しまくるんですよ。で実際菅官房長官が昨日とか今日のぶら下がりで1億枚のマスクを日本国内に供給するように指示を出したみたいなことを言ってますんで、まあ本当にね、転売のためにマスク仕入れている方っていうのはすごく損だなと、売り損じてしまってるだろうなと思いますよね。だから転売も何をしたらプロなのか、何だったらまあ嫌われて二度と転売ができなくなるのかとかね、そういうのがありますんで、狙いやすいものを狙っていったらいいのかなと思いますよね。本当にね、同じプラットフォームを使っても実績が上がる人と上がらない人ができちゃうんですよね。だからインターネットをやれば何でもかんでも金持ちになれるわけではなくて、要は使い方なんですよ。使い方っていうものを今までの人生の中でオフラインの中で鍛えてなければ、オンラインになっても大したことができないっていうことを今回の動画の結論にしようかと思います。そうなんですよね、1億円稼ぐ人って手持ちのカードの使い方が上手なんですよ。これでダメそうだからこっちを使おうかな、時には組み合わせようかなとかね、いろいろ考えていくと思います。まあそういった工夫で有名人を追い越すことはまあできるのかなと思いますけどね。皆さんどう感じになったでしょうか。それでは失礼します。